ライトへの打球はライトの田中和樹が掴んでワンアウトです。先頭バッター紅林の当たりいい当たりでしたけども、ライト正面でした。レフトへの打球はレフトへつきました。まあでも広角的には打てそうな感じはありますね。そうですね、こう打球エリアといいますか、はい、ヒットエリアが広そうな、うん、だからミートうまいと判断した方がいいのかなと思いますね。これツーシームなんですけどね、しっかり捉えたは捉えたんですよね。で左手のかぶせでホームランナースタート、今度はバッテリー外していい球を送られました。ここはバッテリー太田が外しました、はい、ナイスボールですね。本当ですね、はい、ここも小田スタートを切ってきましたが、ここは盗塁失敗に終わっています。太田素晴らしいセカンドへの送球でした。さあ10回の裏イーグルス、7番の阿部から始まる攻撃です。